変態さん。え？うん、面接また落ちた。練習って変態の練習？天月真白です。よろしく！お願いします。志望動機は特にありません。特技はその体が柔らかいです。この会社でやりたいことは特にありません。自信が大切って聞いたから、これはそのえ、料理？私と気分転換に？あ、猫の手？こう？そうだね、面白かった。変態さんっていろんなこと知ってて結構すごい。待ってる間暇だからストレッチやると気持ちいいよ。面接もダメだし、料理もダメだし、新体操の選手なんて無理。引退したって言ったでしょ。やめようか悩んでる。そう、変態さんって悩みなんかないんだと思ってた。でも私とはあんまり変わらないんだね。味は微妙。変態さんと一緒に食べるのってなんか変な感じ。次はハンバーグがいいな。一緒に作ってくれるならだけど。あ、うん、おやすみ。